ベッドに入っていい眠りにつけるようなストレッチヨガをお伝えしていきたいと思います。ご自分の好きな枕あると思うんですけど、バスタオルを半分に折って、そしてまた半分に折って丸めていただいて、筒形にしてちょっと10センチぐらいの直径にしていただいたら、首の後ろに入れていきます。この時に大事なのは、首の後ろでしっかり筒形のバスタオルをしていきます。どうぞ吐く呼吸でスーッとね、吸吐きながら押していくと肩の力がだんだん抜けていきます。お腹にも力が入ってきたら、両手をお腹に置いていきましょう。呼吸に意識を向けていきます。目を閉じて鼻から息を吸って、お腹ぷくっと膨らませていきます。吐く呼吸ではお腹が背中の方にくっついていくように薄くしていきます。また吸う呼吸ではお腹をぷくっと膨らませて、吐く呼吸ではお腹薄くしていきます。ご自分のペースで目を閉じて、怖くなければ理解してみてください。首の後ろでもバスタオルをしながら、特に呼吸を全部吐いてお腹が薄くなって、もう呼吸が吐けないと思うところまでしっかり吐いて、吐き出したら今度は自然とぷくっとお腹が膨らんで呼吸を取り入れようとしていきます。だんだんと呼吸も深く長くなっていきます。さあ、少し呼吸が深く長くなってきたら、今度はお腹をちょっとマッサージしていきましょう。基本的にマッサージは、お腹が硬い方、ほぐす方は左回り、そしてちょっとお腹の調子が緩い方、そんな方は右回りがいいと言われてます。ペットボトルの蓋を閉めるときには右回りですよね。緩めるときには左回りですよね。そんな原理を頭に置いておいていただけると、ちょっと便秘気味だなって方は左回りで、少しお腹が緩いなって方は右回りがいいと言われています。さあ、呼吸とお腹が少しね、柔らかくなってきたら、最後は今日使った目の疲れをしっかりほぐしていきましょう。パソコン使ったり携帯使ったりね、目を使っていたこの疲れをほぐしていきます。目髪のちょっと内側にへこんでる部分があります。そこに手を置いて、自分の吐く呼吸で少し圧をかけながらマッサージするようにほぐしていきます。また吸う呼吸で緩めて、吐く呼吸でこめかみのちょっと前あたり、手前あたりを押していきます。目の疲れ、そして少しね、頭の硬さなんかにもいいほぐしが入っていくので、気持ちよく呼吸を入れながら押していきます。で、今度はですね、目の内側、外側、少しくぼんでいるところを両手で少し押していきます。疲れた目のあたり、内側を吐きながら押して、3から5呼吸ぐらい吐く呼吸に合わせて押していきます。外側も少しね、自分でくもりのあたりを押していくと気持ちいいなという場所が分かってくると思うので、そこを吐きながら押していきます。最後は指を2本ぐらいまぶたの上に当てて、少しまぶたを押しながら、自分の目を左右に少し動かしたり、目の玉ですね、上下に動かしたり、回していきます。耳回り何回か、左回りでも何回か、
まぶたに手を当てていることで眼球のマッサージにもなっていくのと同時に、目の上のね、まぶたの疲れも取って、はい、でだいぶね、こう緩んできたと思うんですけど、最後は、アイマスク、今蒸気でね、すぐこう携帯で使えるアイマスクなんかもあるので、上手に利用していただいてもいいかと思います。こう電子レンジで、チンして温めて乗せるのもね、いい香りのがあったり、経済的ですしね、私もお家で使ったりしてますが、泊まりの時とかこういう簡易的なものがあるとね、とってもいいので、すぐ温かくなるので、目に最後乗っけて少し温めて、今日ね頑張った体にきちんとねお礼を言って、そしてまた明日元気な一日が送れるように、少し目を閉じて呼吸を入れていきます。目を温めてゆっくりお休みください。